見てるか分かった人はもうテロップに明日は油拭かなきゃ。明日少年秘密クラブゼロ、いや入れないな。少年秘密クラブゼロ8、入るか。ないよね。
お茄子の煮浸しが焼き浸しが食べたいので、リュウジさんのやつ作る。そうだ、ナスって刺さるんだった、忘れてたけど、長すぎるとさ邪魔じゃん。忘れてた、ナスってチクチクするんだよね。今日はあったかいな。で、大人っぽい服装じゃない、髪型じゃない、マジ髪伸びた。そうなんだよな。しょうが。5グラムってどのぐらい？
グラムと言われてもだよね。でもリュウジさんのレシピは適当に作っても美味しいから。こんなもんでしょ。生姜を細かく刻みます。なんで花火上がってるのか。確かにチューブだとやっぱ香りが、ね、違うんですよ全然。とか言って料理研究家みたいなこと言ってる。まあでもチューブでもいいですよって心の中のリュウジさんが言ってるけど、せっかく生姜あったからさ。だからこれなすび作ったら終わります。でスッと食べて明日の練習しないと。ちょっとかな、生姜。まあまあまあ。良い。レシピ崩った。ハンバーグじゃない。
なすびの揚げびたし、焼きびたしだ。なすびの焼きびたし。全然切れてないでしょ。今日佐賀弁を優香さんとずっと話してた。私の包丁さばきを見てほしいな。だーん。クックドゥとか、クックドゥもたまに使うんですけど、クックドゥって高いし、だからちょっとなんかもう今日疲れて何にもできないわっていう時にありがたく使わせていただくっていう感じです。そう、私もだからもういや、なんかちゃんと食べたいけどでもだるいなみたいな、そういう時やっぱなんかナスビでかいな。いい音でしょ。いい感じかも。いいね。ほんと寒かった。あー
俺一回ファミマやな。いやーそんなところにあられたらもう困るよね、逆に。だって行けちゃうんだもん。ご飯はもう昨日もね、昨日は何食べたんだっけ私。でもなんか昨日何食べたっけ。あ、昨日は違う。昨日はね、しゃぶしゃぶを食べに行ったんですよ。で、ピクニックもしたんです。明日ですね。昨日一日だけその空きがあって、そう。ユージさんが閉じちゃった。繰り返したら、水160ミリ。160。そんなに入れなくていいんじゃない？もうちょっと増やそうかな。ちょっとリリさんのよりも山木の割烹白だし、お酒大さじ1。全然カラオケですよ。みりんが大さじ3。
しいんだよな。うわー美味しそうやな。6分ほど火にかけたら、この間にアスパラベーコン、私はアスパラベーコンが大好きなんです。なんか音楽流そうかな。これ見ようか。できたら5分ぐらい蒸らして終わりなので。カラオケ？全然カラオケ行かない。それ高いけど高くてもらえるの。そうでしょ。
大変。なんかぶっといアスパラ買っちゃった、普通のじゃなくて。適当にもうスーパーが閉まる寸前、寸前ではないけど30分前ぐらいに買っちゃったから、あと普通に疲れてすぐね家に帰りたくて急いでたらぶっといアスパラ買っちゃった。そうなんだ。もう私今日はこれを食べるって決めたらそれを買っちゃう人だからさ、もう3本500円とかだったらあちょっとやめようかなってなるけど、わかんない何だったかもしれない。できたじゃん。トロットロやOK。
私鰹節そのまま食べるの好きなんですよ。茎菜とか五月菜のが安い野菜が、そんなお野菜ある。こうやってこうやってこうやってさ、おいしい。これ友達にかつお節買ってきてくれないって適当に買ってきてくれて、かつお節ってな全部おいしいよね。やばい、二つかけちゃった。食べるの一個なの。ま、ええか。ここで、これを。生姜よ。料理クッキングタイム。お料理クッキングタイム。その。本日もお疲れ様でございました。
斬新でしょ。お弁当とか持っていくのめんどくさいけど全部おにぎりにしてるんですよ。あーどうしようかな。朝ごはんにしようかな。いっぱいできちゃったから。ベーコンちゃんは日本の特徴に OK。 おにぎり待ちしてたらおにぎりちょっと買ってきた。そうですよ。なんかね、一定期間限定のやつで出たのか、もしくは違う場所で見て買ったのかで、え、アスパラベーコンのおにぎりってめっちゃうまいやんって思ったことがあって、あー開いてきてもてる。油怖い。わあ、私ゆかりめっちゃ好き。あ、あのさ、あの食べてる。これおばあちゃんがよく送ってくれるんですけど。これめっちゃ川原家で、ママが好きなんですよ、これで、川原家でずっとあるやつ、ずっと食べてるやつ、井上商店のひそわかん、これめっちゃ美味しい。これめっちゃ美味しいから、ぜひあのソフト系のふりかけです。感じや。作られている大人気商品です。これ本当に美味しいんですよ。
豚肉って油が本当に飛ぶから怖いんだよね。とりあえず一旦してみたいんです。完璧。オッケー。じゃん。じゃん。ちょっとまあ斜めに半分ぐらいしかできない。焼き火だし。一旦ちょっと火なのさせて。作れちゃったまあいっか、明日食べよう。朝にこだわりないです。今日の夕食はミントほうじ茶でもいただこうかしら。これ前おすすめしてたやつ、私が男性は結構あんまりお茶に、ね、興味がなかったりすると、美味しい、美味しいとそれって言うけど、割と美味しいのって言うけど、飲んでみるとおい、めっちゃすっきりみたいなってことが多いんで、女性は結構好きな人が多いかも。ミントコーヒー本当、ほうじ茶もチョコミントも好きだけどあ、でもなんかほうじ茶にちょっとミントがふわっと香るって、まあチョコミ、うん、チョコミントを想像したらダメだけど、なんかもうほんとこの色の感じって、この色の感じって感じ。そう、ここに入れちゃおうかな。2g が10入ってるかな。いや、これじゃなくていいか。これで
こじゃないのやかましいわ。よいしょ。やばい、部屋が荒れてるぞ。私舞台の本番中、マジで本番中っていうか、お稽古の最終日ぐらいから本番にかけて、本番の千秋楽にかけて、えぐい、ね、部屋が散らかるんですよ。もう疲れてバタンキューしちゃう。しようかな、これ。テープで貼りたい。なんか。まだ色出てないけど、こんな感じ。そう、物販の仕組みはメイホルさんと一緒な感じで、あの大人プロさんね、系列一緒なので、ピンおしゃれ、おしゃれでしょ、これ無印フォローしました。してたやん。してたよ。私今どのぐらいやってますか？どのぐらいやってる？あのさ、お味噌汁飲みたいんだけどさ、お味噌汁の具がないの。どうするべき？カーユーチーみたいな。カーチューシーなんだっけ？沖縄のみたいなのって食べようかな。そう、なんかさ、わかめもないんよ。私わかめ、あ、お豆腐買っちゃったな、この前。わかめね、乾燥のやつでしょ。あれ買おうかな。昔あったんですよ、前。昔っていうか前、もうなくなったかな。味噌汁の具って言ってるよね。
まあいいや。じゃがいも違うっすやん。えのきしかないわ。確かに大根も油揚げもない。お豆腐ない。お豆腐ってさ、私ほんとお豆腐用、なんだろう、肉豆腐とかさ、そういう時にしか買わないから常駐してないんだよ。先に作っちゃった、やだ。匂いがなくて、あ、じゃあこれ大丈夫だ。あ、全然大丈夫だわ。硬いし、これ何用に買ったっけみたいな。ここじゃ力入れないとか、下にするわね。で、私大根のお味噌汁が一番好きだったかも、ちっちゃい頃。短冊切りで入ってたんですよ、うちは。
何切りみたいな切り方になっちゃったけど、一口大であればええのよ。インスタントカニ汁、え、カニ汁どこに売ってあるんですか。その に太い短冊切りが入ってると嬉しいですよ。ペイペイポリどうしよう。やばい、大根盛りだくさんになっちゃった。生協で買う、生協ってどういうものを言うの。生協っていうスーパー、確かにえのき入れろーと思ったんだったな。えのきちゃーん、どうしよう、全部入れようかな。改めまして、明日舞台少年秘密クラブゼロがあります。大塚池袋って書いてあるけど大塚ですね。池袋駅から来るとね、だいぶ遠くなるんでご注意です。
ープとか呼ばれるし。あ、コープね。そっかそっか。じゃそういうのでしか頼めない。美味しそう、カニ。いいな、カニ食べたい。カニ食べてないや、最近。なかなかさ、カニ食べよって思わないと食べなくないみたいな。あ、そう、大塚駅の方です。大塚駅から歩いて、まあどんぐらいなんでしょう、あれはあれは歩いて6、7分とかかな。そうそう、大塚駅から。なのでぜひ夜津劇場の案内によると4分。でも私今日行ったところ意外と、あ、どうなんだろう、大塚駅、うん、あの信号とかを加味したりするならまあ6、7分ぐらい考えておけば十分だと思います。お腹いた。あ、そういえばマブダチからアンティーク食器いただきました。これで飲もうかな、今度から。かわいいでしょ。わかんないですけど、味噌は甘口ですか。え、わかんない、適当に買ってきちゃった。料亭の味。いただやっほは甘い、赤味噌しょっぱい。え、赤味噌も好きなんですけど、これ何味噌だ？米味噌って書いてある。わかんねえ。お母さんっていう味噌も美味しい。それどこで売ってるの？そう、昨日ピクニック行ってきたの。それこそ仲良し組でね、そういつも仲良しさんがいるんですけど、
ースデーパーティーをしてるのね、みんないつも。例えば、あおちゃんとかもいる。あおちゃんって、おさとちゃんかな、ごき、しごきのおさとちゃんかな、違う、おまっちゃんかな、どっちか、どっちがどっちだ、まあおちゃん、伊藤あおいちゃんとかの誕生日だと、この前、年末だったんですけども、あおちゃん誕生日が確か12月28とかで、みんなでね、ご飯行って、みんなでお祝いして、で、みんなでご飯ごちそうして、っていう会をやってるの。しーちゃん、しーちゃんはね、3期じゃないですか。3期か。な？ちょっと4、5期の、あおちゃんとか、ほのかとか、おきくちゃんですね。とか、その辺、同い年組が、ね、同い年組っていうか、同い年ぐらいの子たちが、みんな仲良いんですよ。引田雄星。万次郎と諭吉やってましたね。そう。ゆうせいパイセン。全然、ちょっと待って、透明になりないよ、もうちょっともうすぐで。誰が何役なのかって分かったんだけど、門弟役、門弟、門弟役のやつだ。そうそう、たまに集まって、この前はモルックしました。モルックで買ったんですよ、みんなで。なんでモルックって思うんでしょう。モルックって最近流行ってんだよね。で、そう、流行ってんの。モルックセットをそう、みんなで1個買ったの。いつも集まるから、この前そのピクニックをしてて、でも随時皆様、案件が終わった方々から、お仕事が終わった方々から来てくださいの順番だったので、ほのかと宮瀬と3人で先に集合して場所取ってってやってたら、もう超もうだだっ広い公園のど真ん中でモルックしてる人たちがいて、え、待って、モルックしたくねってなって、で途中次にあおちゃんが来たんだけど、あおちゃんに何か買ってくるものあるって言われたから、あ、じゃあモルック一つって言って、本当にガチの公式のモルックを買ってきて、そうで、もうガチのでいいみたいな、もうずっと使おうみんなでって言って、モルックを買ってね。でマジで何戦したかな、引田雄星くんが、引田雄星くん、雄星が本当もう帰る1時間前2時間前とかに来たんですけど、だから本当に7戦ぐらいしたかな。
あれめっちゃうまい。2キロぐらいある、確か2キロ3キロぐらいあるかな。そうで、一番集合率の高い宮瀬が持って帰ろうっていうことに、まあ、モルックの言い出しっぺなんで、モルックの言い出しっぺを持って帰ろう。ねえ、モルクセットめっちゃ高いの。でしかも本当に木なの全部。だからねえ、でも楽しいですめっちゃ。ちょっとやってみてください。めっちゃ楽しい。良い香り。ささやかなミントがいいわ。頭も使うし、あのほら、なんかなんだろう、輪投げの、いや違うな。もう超ルール簡単なの。例えば12本、あ、ボーリング的な、どっちかというとね、ボーリングと輪投げみたいなセットみたいな感じなんだと思う。まあ、12本こうやって、ま、ビリヤードみたいにこうやって、ま、番号が振ってここに置いてってやつがあるから、それに従って置いていくんですね。で、まあ、上から見たらまあこんな感じで固まってて、それをその木のこんぐらいの太いこんぐらいの棒を投げて当てていくんだけど、例えば12のピンと2のピンがあってこうなってて、で12のピンだけポンって当てれたら12点なの。でも間違ってこう2のピンと12のピンを一緒に倒しちゃったってなったら、2本倒してるから2点になる。そう、だから1本倒したらその点数がもうポイントになるんですけど、その複数本、例えば5本を同時に倒したってなったら5点になるんですみたいな感じ。面白いですね。で、計50点、計50点ぴったりになったら、ぴったりになった人が出た瞬間にもう勝ちなんですけど、例えばじゃあ今自分とか自分たちのチームが48点で2のピンを倒せば成功、それか2本のピンを倒せば成功なんですけど、例えば誤って3本倒しちゃったり、2じゃなくて例えば3のピンとか8のピンとかもうオーバーする、点数がオーバーしちゃうピンを倒しちゃったら、もうなんだろう、デッドってことで、もう25点に戻される、25点から再開みたいな。だから最後どうピンを倒してっていうね、計算も大事かなって思います。すごく誰が優勝、ほのかが優勝しました。でも優勝っていうか何も何回もしてるから、みんなねめっちゃ上達してんのよ。
使うし、このコントロール力も試されるし、面白いでしょ。ね、みんなで日本代表を狙うか。それも面白いよね。5人だったからチーム戦、4人、最初4人だったの、ユセイが来る前までは。だから4人でチーム戦して、チーム戦してチームで確か2回勝った。あれですよ、さらば青春の光の森田さんがめっちゃハマってたっていうか、あの日本代表として、ね、出ていらっしゃるやつなんです。お味噌汁に味の素って思うでしょ。動物系との相性がいいから、このカツオにと合うんですよね。カツオの出汁と、待って、23時じゃん。待って、じゃがビーハッピー。あっつ、そろそろ私終わろうかしら。さっとご飯食べてさっと寝なきゃいけないので、今日は、明日も、明日舞台少年秘密クラブゼロ、明日の17日から21日、4月の17から21日まで1日まで、大塚駅、池袋のちょっとこっち側の大塚駅で会ってます。ブロマイドとかもありますし、チェキも今回もチェキランダムサイン入りでチェキもありますので、だいぶ結構サイン書いたので当たると思います。
販売目指して頑張りましょう。ぜひよろしくお願いします。ちなみにそう、あの差し入れとかお花とかは今回もダメなんです。その代わりにね、ぜひチョコとかゲットしていただけたらなと思います。ブロマイドもありますし、ぜひよろしくお願いします。それでは終わります。バイバーイ。ペッ、あ、じゃあランキングじゃない。13位タンポポさん、12位モスタンさん、11位井上義弘さん、10位横江さん、9位ケンジさん、8位つむじかぜさん、7位オムライスさん、ミスさんのは6位アンナさん、ミスが最高。5位、オニオンナイトさん、4位まさかぜさん、3位きみゆこさん、2位まなちゃん、1位えんちょさんでした。ということでありがとうございました。ぜひ答え待ってます。